よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみだ ね、 ね。8月の24ということで夏休みの終わりの方だし、はい、なんか暑い夏になること間違いなしって感じの、はい、そうだね、しような。皆さんぜひ私たちに会いに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次が本当に本当に最後の1曲になります。皆さん盛り上がっていきましょう。の皆さん、そして会場にお越しの皆さん、はじめまして、もんちゃんと申します。突然の登場でびっくりされているかと思いますが、少しだけお時間を頂戴いたします。まず8月24日のワンマンライブ開催決定、おめでとうございます。ありがとうございます。今日のライブも観覧させていただいているのですが、とても楽しく盛り上がりすぎて酸欠になりました。さてピックスミックスの皆さんはワンマンライブのたびにさまざまなチャレンジに挑まれているという話を伺いました。そこで私から8月24日のワンマンライブに向けてこんなチャレンジをご用意させていただきました。その名も、6人でつかみ取れピックスミックスメジャーデビューチャレンジです。実は私とあるレコード会社に勤めており、ぜひピックスミックスの CD を作りたい、もっと多くの人にピックスミックスを知ってもらう機会を作りたいと思い、今回このようなチャレンジをご用意させていただきました。もちろん私も全力でサポートさせていただきます。詳しいチャレンジの内容については追って発表いたします。さあライブもラストスパートです。私も席に戻って楽しみたいと思います。それではまた会いましょう。すいませんね、びっくりしちゃって。すいません、また出てきました。ソッカーでおなじみ白鳥いっぱいですけど。ねえ、リハーサルではこれ全くなかったやつで。何回も通しリハしたのにこんなんならなかったでしょ。俺も出るね、リハここ出てこなかったもんね。そうなんです。そういうことらしくてですね。まずね、先ほどゲームでもありました。もうすでに運命の選択が来ましたけど、もうチャレンジ。するってことでいいですよね。それしないですよね。まだ決定ではないのでそれだけはご理解いただきたいんですけど、なんか質問あります？今の見て、まあ、急だったんで本当にびっくりしてると思うんですけど、ね、普通にどういうことかわかんないです。なんでチャレンジなのか何でどういうそうですよね。まずさっき出てたもんちゃんさんは、はいまあ、レコード会社の人っていうことらしいんですけど、詳しくは教えられないということですね。でどこのレコード会社が気になりますよね。はい、それもまだ秘密だそうです。で具体的に何をチャレンジするのか、で何チャレンジが成功したらじゃあデビューなのか、これはピックスミックスの YouTube チャンネルで発表されていきますと、いうことでございます。そして、じゃあここで1個だけ発表しますね。8月24日土曜日のワンマンライブのタイトル、決まりましたので発表したいと思います。タイトルはピックスミックスメジャーデビューチャレンジ最終試験運命の時です。はい、拍手。何それ、
説明しましょう、説明しましょう、はい、これから8月までの8月のワンマンライブまでの約2ヶ月間メンバーには様々な課題に挑戦してもらいますと、合計6つ6個の課題をクリアできたらメジャーデビュー決定でございます。で、その最終的な合否決定かどうかっていうところは8月24日そのライブ運命の時のステージ上で決定すると。ダメだった時やばくない？はい、もう会場の雰囲気最悪です。もう帰るよ、すげえ重い感じになっちゃうんで、そうならないためにも皆さんはチャレンジ全力で頑張っていただいて、でも逆に言えばこれもう超チャンスですから、やばくない？ね、これチャレンジ成功すればメジャーデビュー決定ということになりますから、すごいね、こういう時にすごいもう泣いてることをいつきちゃんに至ったら、ね、表情が 無なんだけど大丈夫、お茶が苦かった、はい、びっくりしすぎて、あ、びっくりしすぎて表情を置いてきちゃった感じね、わかりました。ということで、まあ、これからそういうチャレンジがありますので皆さんぜひ応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速、1個目の指令がもんちゃんから受け取っておりますので、私代表して、じゃあ、こみちゃんしようかな。はい、受けたまります。じゃじゃん、じゃじゃんとか言う量じゃなかった。ちょっと代表して読んでみてもらって、はい、ミックスミックスの皆さんへ、ワンマンライブお疲れ様でした。ありがとうございます。感動しすぎて酸欠になったのでお手紙で失礼いたします。さて、いきなりですが一つ目のチャレンジをここでお知らせしてしたいと思います。皆さん SNS は利用されていますよね。素敵な投稿が多いのですがフォロワー数が少なく感じました。そこで世界中の人に皆さんの魅力を知ってもらうためにこのようなチャレンジをご用意しました。その名も目指せ目指せファン倍増7万フォロワー獲得チャレンジです。ちゃんとツイッターとインスタグラムの6人のフォロワー数の合計が合計が7万を超えた時点でチャレンジ成功となります。さまざまな工夫と6人の協力でフォロワー獲得を目指してください。もちろんフォロワー数を増やすための企画も今後行う予定です。ちなみに私はすでに全員をフォロー済みです。ありがとうございます。一緒に頑張っていきましょう、もんちゃんより。8月24日インスタとツイッター合計で TikTok 入れてもらえないんですか？ TikTok は入りません。合計7万ですよね。どっちの合計？ツイッターとインスタグラムの合計。あ、まあ、今どれぐらい？だから12アカウントあるわけでしょ。あ、12アカウントで7万ってこと？ミックスミックスの公式は今合計35,000。もう愛理が1万いるから大きいんだよこれで。でも今35,000、みんなでね、みんなの2倍以上。あとやばい、やばい、愛理のアカウントなくなったら終わりだよ。きつなんかもうちょっと超簡単なやつだと思ったよね、1個目ぐらいは。やばいね、これから始まる感じね。めっちゃタッピ強いし、ね、めっちゃ生地うまい。7万なんて楽勝です。おっ、こんなの、こんなのはもうね、1個目だしできないと、いやもうアウトだから。そうだね、もうこれ話にならないの、できなかったもんね。確かに確かに、どれかなる。頑張ろう。はい、頑張ります頑張ります。